They played us like a damn fiddle! もう朝か。最近は爆発とかも少なくなってきたな。感染者も少なくなったのか。おはよう。あ、おはようっていうか遅よ。今日はいつもより起きるのさらに遅いよ。看病疲れが溜まってるんじゃない？たった数日で疲れてたまるかっての。お兄ちゃんをからかうんじゃない。はいはい。朝ごはんは卵焼きと目玉焼き、どっちがいい？これが最後の卵だよ。じゃあ卵焼きって最後？もうないのか？うん、そろそろ食べ物がなくなりそうで買いに行きたいんだけど。外に出たら感染するかもしれないぞ。俺だって出入りした後は服変えたり体洗ったり一応気を使ってるのに。そうなんだよね。僕が男だったら感染とか気にしないで買い物に行けるのに。性格とかは男みたいなもんだけどな。うるさい。それにカノンちゃんのこともあるしね。今朝のあいつ調子はどうだ？今日はまだ寝てるよ。熱は下がったけどやっぱり調子悪いみたい。そうか。悪くはないけど良くもないってところだな。カノンのためにも栄養ある食べ物を食わせてやりたいが、今日はちょっと遠くまで買い物に行くか。遠くまでってどこに行くつもり？ほら、なんだっけ、ショッピングモールがあっただろ。あそこまだ営業してるとか。ああ、はいはい。うん、テレビでも言ってた。買いに行ってくれるなら何が必要なのかメモ書いちゃうけど。頼んだ。ユノにはサツキ先輩もついていてくれるはずだし。と、行ったそばからサツキ先輩だ。もしもし？今日もユノの見舞い来る？え、ああ、午前中はちょっと買い物して午後にでも向かおうと思ってたけど。そう。じゃあ午後からはユノの相手お願いできる？私は別の用があるから。別に構わないが、珍しいな、サツキ先輩がユノ以外のことを優先するなんて。私はいつでもユノのこと優先。ちょっと X 型ウイルスについて調べたいの。はあ。何か治療薬とか対処法がないか。今の私たちじゃできて進行を食い止めることしかないから、ちょっとレイトム周りを探ってみる。え、それってかなり危なくないか？向こうは銃とか持って武装してるんだぞ。それでもやらなきゃユノが死ぬかもしれない。そんなのは嫌。サツキ先輩、やっぱりサツキ先輩は何を言ってもやるだろうな。わかった。でもあんまり無茶なことはしないでくれ。ユノだってサツキ先輩がいなくなったら悲しむぞ。ええ、私だって別に死にたがってるわけじゃない。そういうわけで午後はユノの相手よろしく。ああ、了解だ。そうだ、買い物に行くなら何かお土産の食べ物でも買ってきてあげて。あの子、乾パン飽きたとか言ってた。そうか、確かにそうだな。わかった、そうするよ。買い出しのメモを書き終わったけど大丈夫？いけそう？ああ、大丈夫だ。ユノの分も頼むって言われたところだ。そっか。それじゃあお兄ちゃん、悪いけど買い出しお願いね。ああ、もし何かあったら携帯に連絡くれよ。
よかった、まだやってた。買い出しリストは、うわ、食べ物に水に、それに生理用品か。正直生理用品とかわからないし恥ずかしいが、買わないわけにはいかないよな。はあ、これで風花に頼まれてた分は全部かな。ほとんど両手が塞がっちまった。次はあいつのお土産か。辛いものか。病人に普通なら敬遠すべきなんだろうが、この前のあれを見てからもしかしてって思うんだよな。ダメだったら俺が食べればいいし、辛いポテトチップスとハバネロのやつ、あと激辛のカップ焼きそばっと。すみません、これください。ありがとうございました。はあはあ、荷物だけ先に置きに来たぞ。よ、元気にしてるかって、感染中だったな。ああ、来たよ。来てくれて嬉しいな。さつきさん、なんか用があるって珍しく早く帰っちゃったから。そんな寂しがり屋のお前に、ほら、お土産だ。あ、なにこれ、ハバネロのお菓子？ああ、この前俺が持ってきた七味カルパスとカラシカニカマを食ってるの見たとき思ったんだが、お前辛い食べ物好きだろ。バレた？あんだけ辛い辛い言いながら嬉しそうに食べてたら嫌でも気づくって。はあ、みんなには内緒にしてたんだけどな。幼なじみにすら今まで気づかせなかったのはすごいと思うが、別に隠すことじゃないだろ。だって女の子が辛いの好きって敬遠されない？どうだろうな、ギャップがあるとは思うが、それと敬遠は別だと思う。みなとは引いたりしない？俺か？俺は別に引いたりしないぞ。辛いものが好きなんだなって思うだけだ。そっか、よかった。なんだよ、心から安心したようにため息ついて変なやつだな。はいはい、私は変なやつですよ。それじゃあ早速食べちゃっていい？ああ、構わないぞ。水用意しといてやる。ありがとう、助かるよ。この舌にピリッとくる辛さ、痛くて気持ちいいんだよね。乾パンとか保存食って無味乾燥だし、さつきさんが持ってくる謎の漢方薬も味がしなかったり苦かったりで、この辛さに飢えてた。おいしい。はいはい、そんなに勢いよく食べるとむせるぞ。うん、大丈夫だよ、むしろその辛いのがいいんだから。はあ、自分の体をいじめるのが好きだな。それならさつき先輩の苦い漢方薬でいいだろうに。苦いのはあんまり美味しくないよ。お前がどういう味覚をしてるのか人体実験で調査したいくらいだ。普通の辛いもの好きだと思うけどな。ごちそうさま、美味しかった。もう全部食べたのか。本当に好きなんだな。とにかく喜んでくれたんならよかった。体の具合はどうだ？
全然問題ないよ。お風呂入れなくてかゆかったりしたけど、プールのシャワー室のことを思い出したし。衛生面もまあ問題なしか。確かにこうやってベッドで寝てる分には元気に見えるし、無茶はしてないよな。うん、本当に元気だよ。なあ、もしかしてなんだが、お前本当は感染してないってことはないか？あれも練習中に倒れた拍子にできたあざだったりとか。そうだったらよかったけど、ごめん、多分私感染してると思う。でも症状はその体の模様だけなんだろ？ううん、感染してるよ。そんなにはっきり言い切れる確信でもあるのか？うん、あれは一週間くらい前の部活の帰り道だった。あの日は新体操の新技が成功したとっても嬉しい日だった。でも成功させるまでに時間がかかって、いつもよりも帰る時間が遅くなった。早く帰ろうと思って公園に入って、ほら私の家って学園からだと公園を突っ切った方が早いでしょ？ああそうだな。もしかしたらいつもショートカットしてた私に神様が罰を与えたのかもしれないね。暗い夜の公園で後ろの茂みから何かガサガサって音がしたの。何かと思って振り向こうとしたら誰かに襲われて、背中から腰のあたりを引っかかれて。その襲ってきたやつってのがどんなやつだったのかは見たのか？ううん、ごめん、公園は暗かったし、あの時はもう無我夢中で全然記憶にない。覚えてるのは動物、狼っぽい遠吠えの声だけで、あとはもう必死に家まで逃げて帰って、自分で傷を確認したら傷ついたところが熱くて痛くて、気づいたら変な模様が浮き出てきて、まるでテレビでやってる X 型ウイルスの症状だって思って怖くて。本当はみんなに相談したかったけど、そんなことしたらインハイに出られなくなっちゃうかもしれないから、せめてインハイが終わるまでは感染のこと隠さなきゃって思って、ずっと怖くて。そうだったのか。ごめんね、今まで隠してて。そりゃ俺としてはインハイの出場よりも自分の命のことを優先してほしかったけど、でもユノってそういうやつだもんな。約束守ろうとしてたんだろ？うん、そうだと思うけど。だったら過ぎたことを言ってもしょうがない。今できるベストを尽くしていこう。ありがとう。カノンも大変なのに私の面倒まで見てくれて。気にするな、俺がしたくてやってるんだよ。カノンもユノもどっちも助けたい。むしろ俺の方こそお前の感染をすぐに気づいてやれなくて申し訳ないくらいだ。そんな顔しないで。君には本当の本当に感謝してるんだから。ユノ、でも
私が私なのと同じで、ミナトはミナトだもんね。後悔してもしょうがないと思っても後悔しちゃうんでしょ。私もわかるよ。そうだな。でも本当はミナトもわかってるはず。さっきミナトが言ったじゃない、今できるベストを尽くしていこうって。できることをやっていこう。ああ、ありがとう。お前を励ましに来てるはずなのに逆に励まされちまったな。ほんとだよ、しっかりしてよ。でもそんな港だから、私は港のこと。え、今なんて？なんでもない。それよりもほら、外は今どうなってるか教えてよ。携帯でニュースくらいしか見れなくてさ。ああ、わかった。今外ではな。気持ち悪かったら全部出していいからな。ありがとう。気分が良くなるまでずっと背中をさすっておいてやるから。ミナトのって大きくてとっても安心するよ。これくらいで安心してもらえるなら安いもんだ。吐きすぎると脱水症状を起こすかもしれないし、飲みたくなくても水とあと塩分取っとけよ。そうだな、気の紛れそうな話をしようか。今日はユノへお土産を買って行ったんだけどな。そっちは寒くないか？もう11月だ、冷えてくるだろう。うん、大丈夫って言いたいところだけど、正直ちょっと寒いかな。夜は電気も使えないし、保健室の毛布は薄いんだ。まあ、あのベッドは仮眠を取るためのもので、ずっと寝ることは想定されてないしな。せめて暖房でも使えればいいけど、室外機が動き出すとレイトムにもバレるか。よし、わかった。明日にでもカイロを差し入れるよ。本当？ありがとう、助かるよ。ミナト、水臭いな。俺とお前の仲だろ。うん。くしゅっと。そろそろ寝ないと体に響くぞ。今日の電話はこれくらいにしとくか。もっとミナトと話したいのに。明日も見舞いに行くから、それまで取っとけ。うん、明日は何を話そうかな。いっぱいあるから覚悟しててね。ああ、わかったよ。それじゃ、おやすみ。おやすみ。おはよう。かのちゃん、おはよう。お、起きてきたか。歩けるくらいには回復したんだな。うん、気持ち悪いのはなくなったけど。そうか。昨日ずっと戻してたから、ちょっと喉が痛いかな。それだと朝ごはん
おかゆでもちょっときつそうだね。傷んでる喉に熱々のおかゆが触れたら、あんまり想像したくない痛みだな。お兄ちゃん、何かもう少し食べやすいものある？ちょっと待ってろ、確かここに。あった、ゼリー飲料、瞬間チャージできるやつ。これなら冷たいし、喉の負担もおかゆよりは少ないだろう。湯の用に買っておいたんだが、あいつは食欲バリバリあるしな。今はカノンの方が必要だろ。いいの？遠慮するなって。カロリーが取れるやつとビタミンが取れるやつと、あとなんかいろいろあるけど、どれにする？じゃあカロリー取れるやつ。わかった、午後とか喉の調子が良くなったら普通のご飯にもチャレンジな。これだけだとカロリー足りないだろうし。まあカロリーが取れるやつは湯野に飲ませたら、それはそれであいつ太っちまいそうだけどな。身体層的に太ったらまずいと思うけど、あいつはそういうの全然気にしないんだよ。俺が面倒見てやらないと。なんだ、じっと俺の顔見て。なんかついてるか？ううん、ただ分かりやすいなーと思ってね。カノンちゃん、ねえ風花ちゃん。何お前たち通じ合ってるんだよ。なんか俺だけのけものにされてるような。してるよ。ねえカノンちゃん。うんうん、そうだよね風花ちゃん。一体何なんだよ。ってことが今朝あったんだけど、二人は何のことだかわかるか？そうだな。そんなにためなくてもいいだろ。わかるならズバって言ってくれよ。俺妙に気になっちゃってさ。わからないし興味がない。本当に言い切ったな。ユノは？あ、私もその場にいないから何とも言えないな。本当か？この顔は嘘をついてる顔。ギク。ほらほら、本当のことを言え。ダメ、それはプライバシーの侵害だから。ユノ、最近は命令しても従わないことが増えた。確かに、そういえばそうだな。いいことだと思う。ああ、同感だな。はあ、危なかった。後でカノンに電話で聞いてみないとな。何をだ？なんでもない。それよりサツキさん、最近 X 型ウイルスについて調べてくれてたんだよね。ええ、病院で感染者の親族を装って聞き込みをしてたのだけど。それバレなかったか？大丈夫、感染者はたくさんいるから病院側もいちいち調べてない。それで感染者はみんな封鎖エリアの向こう、レイトムの研究施設に運ばれてるみたい。研究施設って？なんか聞くからにヤバげだよね。表向きは感染者の隔離治療のためって言ってるけど怪しい。そもそも X 型ウイルスがどうやって感染するのかも分かってないし。なんか空気感染とか接触感染とかあるよな。分かってるのは女にだけ感染するくらいか。私は少なくとも空気感染ではないと思う。そうだったら私のそばにいてくれたサツキさんはとっくに感染してると思うし。
お前が感染したのも聞く限りじゃ感染者に傷つけられたからだもんな。今わかってるのはユノを病院に連れて行かなくて正解だったってことくらい。もうちょっと調査してみる。うん、でもサツキさんも気をつけてね。あれ、ユノから電話だ。今日はずいぶん早いね。お兄ちゃんのことが恋しくなっちゃったんじゃない？茶化すなっての。もしもし、ユノか？うん、あのカノンと話したくて。代わってもらえる？ああいいぞ。カノン、ユノがお前と話したいって。もしもし、お待たせ。自分の部屋まで移動してたんだ。彼には聞かれたくない話でしょ？うん、そうなんだ。お昼に彼から今朝の話を聞いて。ここ最近、ミナトは家にいてもほとんどユノのことばかり喋ってるよ。わかりやすいよね。本人はまだ気づいていないみたいだけど、ミナト、ユノのこと好きなんだよ。本当にそうなのかな。だって、ミナトにはカノンが。じゃあさ、保健室ではミナト、私の話とかする？あんまりしてないと思う。ほら、やっぱりそうだよ。よかったね、ユノ。小さい頃からミナトのこと大好きだったよね。でもカノンだって彼のこと。彼にはカノンの方がお似合いだよ。はあ、あのね、ユノ。私、昔から一つだけ大好きなユノに怒りたいことがあったんだ。ユノってさ、私のこと見下してたよね。体が弱くてすぐ死んじゃいそう、かわいそうな子だって。違うよ、そんなこと。すぐ死んじゃうだろうし。かわいそうだから、せめて恋愛は彼と幸せにしてあげよう。そんな風に思ってたよね。それは、そう、なのかもしれない。私が身を引くことで、カノンが幸せになるならって、ついこの前まで思ってたし。バカにしないで。好きな男を譲られて、それで私が幸せに死んでくなんてありえないから。ごめん。もういいよ。怯えるユノがかわいそうだから、怒るのはもうおしまい。優しい声に戻ってくれた。私が怒りたかったのは、ユノは自分が幸せになるのを拒否してるように見えたからなんだ。新体操だって、私との約束だからって、楽しんでやっちゃいけないわけじゃないんだよ。カノン。それにユノ、気づいてる？こういうのもなんだけど。もう私とユノ、立場は同じなんだよ。今はこうして普通に会話できてるけど、明日急に容体が悪くなってそのまま死んじゃうかもしれない。あ、周りのみんなには
大丈夫だよって明るく振る舞ってるけど、夜寝る前に思うよね。死にたくない、死にたくない、死にたくない。カノンも同じなんだ。いつ悪くなるかわからなくて不安で死にたくないって思うんだ。そんな時にさ、身を引いて自分の幸せを願わないなんて、そんなの親友として許せないよ。ユノは彼が好き、私だって彼が好き。どっちが彼と幸せになれるか勝負しよう。今は多分リードされてるけど、私はユノと違って身を引こうなんて思わないからね。わかったよ。私も、もう譲ったりしないから。すっきりした。やっとぶつけられたよ、自分の気持ち。改めてよろしくね。まあお互いすぐに死んじゃって追い先短いかもしれないけど。やだな、私はしぶといから生き残っちゃうよ。そうだね、私だって100歳まで生きるんだから。なんで私が感染するんだって運命を呪った日もあったけど、カノンと本当の親友にしてくれたことだけは、 X 型ウイルスに感謝しないといけないかも。例えばの話なんだけど、もし私とユノどっちかしか助けられなかったとしたら、ミナトはどっちを選ぶ？は？急に変なこと言い出して、もしかしてどこか悪いの？あ、別にほら、本当に例えばの話だから、もっと気楽に聞いて。ご飯食べながらさ。あんまり飯食いながら気楽に聞ける話題じゃないと思うんだが。ごめん、ミナトならなんて言うかなって。カノンちゃん、まあ具体的な状況が不明だから何とも言えないけど。何とも言えないけど。どっちも助けるんじゃないかな。どっちか一人だけっていう前提なのに、なんでそんな答えを出すかな。いや、一応しっかり考えてみたんだけどな、どっちにしたところでどう考えても助けた方からどうして向こうを助けなかったのって怒られそうな気がして。確かにそうだね、お兄ちゃん正解。僕の人参あげる。あ、こら、勝手に人のシチューに人参を移植するな。単純にお前が食いたくないだけだろ。バレた？バレるに決まってる。ちぃ。で、カノンちゃん、答え納得した？お兄ちゃんはこういう人なんだよ。そうだね、確かにそうだったね。私忘れちゃってたかも。変な質問するやつだな。でもね、私としてはやっぱり
ユノを助けてあげてほしいなって。家族の協力もないし今は大変でしょ。それはカノンも同じだと思うが。いや、そうなんだけど、なあカノン、本当に大丈夫か？体調悪いんなら無理せず休めよ。だからその優しさを私じゃなくてユノに。もちろんユノにだって優しくするって。あいつだって放っておけないし、誰かに優しくする分誰かを厳しくするってのも変だろ。はあ、やれやれ。なんだよ、これ見よがしにため息なんてつきやがって。お兄ちゃんは女心ってのが分かってないなぁと痛感してたんだよ。誰にでも優しいんじゃなくて自分だけ優しくされたいものだよ。つまり特別扱いされたいの。なるほど、アドバイスありがとう。じゃあ風花には特別に俺の人参をプレゼントしよう。そんな特別いらないって。カノンの様子を見てやってくれ。これでオッケー。背中冷たいよ。はいはい、腰が痛いとか女子高生っぽくない痛みを告白するからこんなことになるんだよ。それは言わないで、切なくなるから。じゃあ夕ご飯の時の話する？さすがに気づいたかな。あ、それは大丈夫。あれは全然気づいてなかった。鈍感だね。我が兄ながら恥ずかしいほどに。でさ、カノンちゃん、身を引いてユノちゃんにお兄ちゃんのことを任せるつもりなの？二人がお兄ちゃんのことをどう思ってるかなんて僕だってとっくに分かってた。これまでは口を出すつもりもなかったんだけど、こんな状況ともなるとやっぱりそうも言ってられないよね。うん、風花ちゃんも分かるでしょ。彼はユノのことが好きって。うん、最近ユノちゃんのことばっかり話題にするもんね。だったらここは身を引くのがいい女って感じしない？言いたいことはわかるけど、僕はカノンちゃんにも幸せになってもらいたくて。私は幸せだよ。だって大好きな二人がくっつくんだもん。そうやって笑ってるのに泣いてるように見えるんだよね。はあ、そもそもなんでみんなあのお兄ちゃんを好きになるんだか。風花ちゃんから見て港お兄ちゃんはかっこよく見えない？まあ中の上くらいなんじゃないの。顔だけはね。じゃあ優しさは？まあ鈍感なところはあるけど、いざって時はちゃんと決めるよね。なんだ、やっぱり風花ちゃんも理由わかってるじゃん。なっ、自分の顔がカーッと赤く熱を持つのがわかる。うん、きっと今耳まで真っ赤になってる。ふうかちゃんかわいい。かわいくなんかないって。
これがカノンちゃんの香りか。これで僕を変態とか突っ込んでくれれば、カノンちゃんもまた笑ってくれるかな。こら、フーカ、あんまり騒ぐな。近所迷惑だぞ。はいはい、レイトムの感染者狩りの方がよっぽどうるさくて近所迷惑だよ。感染者？ん？感染者がどうしたの？ううん、何でもない。多分気のせいとか見間違い。うん、見間違いだと思う。私最近視力が悪くて。ん？視力悪いってメガネとか必要な感じ？必要ならお兄ちゃんに買いに行かせようか。そこまでじゃないんだけど。それにメガネまで彼に任せるのは悪いよ。私自身が視力が合ってるかどうかとか確認しないといけないし、何万円もしちゃうし。嘘、メガネってそんなに高いの？知らなかった。コスプレ用のは度が入ってない伊達メガネが多いからね。メガネはレンズが高いんだよ。へえ、知らなかった。あれ、いつの間にかカノンちゃんの様子戻ってる？僕と話して少しでも気が紛れてくれたのならよかったな。ユノちゃんもそうだけど、僕はカノンちゃんにも幸せになってほしい。この気持ち本当だよ。